どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今月もアゲスやっていこうと思いますが、イベントこちらご覧ください。なんという低たらく、11日間イベントだったんですが、上位 21% と散々な結果になっております。でただ今回のこのイベントがですね、かなりゴミで、普通はね、あの20何パーセントかで、スプリームが出るよっていう宝箱なんですが、あのレベルアップした時と同じ宝箱しかなかったんですよ。それでモチベーションが下がったっていうのもあるんですけれども、あの1個めちゃくちゃ大きい事件が起きまして、あの4月1日からですね、急にあのうちの裏がすぐ山なんですけども、その山のなんか壁面工事みたいなのが始まって、もう家の目の前でですね、朝になったらもうガガ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 ってもう大音量と振動でね、目が覚めるんです。思ってる以上にもう部屋の目の前なのよ。家もね、まあまあでかい家なんです、一応ね。ただもう一番山のところに俺の部屋があるから、もう寝れないのよ。でさ、イベント始まったら深夜1時始まるの、このゲームのイベントが。で2時間おきに宝箱開けるから、だいたい毎回この5時ぐらいまで、ゲームやって、そっから寝るっていうね。でお昼に起きるっていう生活をこのクソゲームのせいで強いられてたんですが、寝れないのよ。寝てる時間ガガガガ言うのよ。だから生活リズムを戻さざるを得なくなって、ちょっとね、イベントをちゃんとやれない状態が続いてますね今ね。さあ、ということで、まあ、そんなこんな愚痴を漏らしていたら、ランクが60に上がります。あ、ただまあ同士だいぶ余らせてるからこれいけるな。ちょっと天文台と城所有がいけそうなので、とりあえずもらえる宝箱は全部もらっておきましょう。じゃがいもの頃はね、この普通の宝箱で何気なく「お出た!」っていうぐらいのテンションでスプリーム出たりしてたんですが、出ないのよこのゲームマジで。なので多分イベントをまあまあちゃんとやって、買うのがベストかなと思ってます。でちなみに今回このエジプト競争局、もう開いてすらないんですけども、やっぱね、翌日の昼から始める気にはならなかったですね。以前深夜1時からスタートダッシュ決めてすらスプリームがゲットできなかったので、っていうもうあのイベントがもう2週目3週目になってきたから、あ、このイベントはこんなんだなってもう大体わかるようになってきました。とか、繋いでるうちに城、行けましたので、これでめでたく、ランクが61に上がります。まあ、なのでイベントはちょっと諦めてはおりますが、まあ、通常の方はね、ポチ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 やるだけなので、これはまあ時間関係なくやれるんでね、まあ、ちまちま進めていこうと思います。はい、ランクが62に上がるところです。相変わらずですね、このゲームマジで先月からずーっと5日イベントとかで、2日イベントとか1日イベントとかの息抜きが全くねえ状態が続いてます。マジでイカれてます。これ工事がなかったら俺どんだけ睡眠削られてたんだっていうぐらいイベントが続いてますけど、ただ今1個懸念点が、イベントを完全にもう放棄してるんですよ。深夜1時まで起きとくのがもうだいぶやべえ状態になってきてるんで、まあ、1時まで起きとくは余裕でできるんですけど、その後にこのゲームのイベントを始めてしまうと、結局霧のいいところまでやると5時ぐらいまでなっちゃうんですよね。なので、それがちょっと無理なので、イベントはちょっとね今自粛しております。徹夜でラジオ生放送とかになってしまうんでね、それはさすがにダメでしょ。イベントとかもあるしさ、そういうのにちょっと徹夜で行くのはちょっと仕事としてあまり態度がねよろしくないんでね、やっぱもうじゃがいものイベントと仕事どっち取るんだってなったら、さすがに仕事ちゃんと取らないといけないので、っていうような状態が、続いておりまして、マジで今、やばいです。今月アゲスの動画お休みするかどうかを今ちょっと検討中ですね。はい、ランクがもうちょっとで63に上がるところですけれども、正直ですね、今月ほぼこのゲームやれてないです。というのもですね、まあまあ工事はもちろんなんですけども、キングオアファイルっていうやつと、あと地球を掘るやつですね、そのゲームに僕の時間の大半を持っていかれておりまして、ちょっとアゲスやってる場合じゃねえぞっていう、状態になっておりまして、いよいよやばいですね。なんかわけわからんコーナーでも作らないと
イベントのあの宝箱でスプリーム出ろやみたいな、そういう状況にもならなそうですし、いよいよやばいですね。はい、ちょっとですね、動画を成立させるためにイベントをちょっと手を出してはみたんですけれども、これ俺知ってんのよ、これめちゃくちゃちゃんとやった経験があるのよ、で、これ下の方行くとね、一応ヒストリックスプリームね、が出るよっていうのがあるんですけど、これイケてレジェンダリーまでだったんですよ、なので、それを知ってるんです。深夜1時を待って用意ドンで始めて、23までだったんです、私の限界がね。なのでその 今始めたとて、あ、ちなみに今これは、イベントが始まった次の日のお昼今撮ってるんですけども、今からやってどこまでいけるんだっていうのはちょっとありますかね。どうしようどうしよう、本当にどうしよう今月。え、今月が終わりそうなので、急遽、クソみたいなゲームをやってるところを等倍速で見てみようのコーナーね、これでごまかしていきましょう。今のところですね、法律とラジオが、もう数量的にはいけるんで、であとはこう素材量があればまあいけますよってな状態なんですが、やっぱ素材がねなかなかこう溜まっていかないんですよね今ね。なので、ちょっとですね、今サイエンスの数、10万を今超えていて、ちょうどね、今、まあ、ラストチャンスってこう、宝箱のところ書いてありますけれども、今ね、ちょうどお店の方を見てみたら、レベル1のスプリームのマリリン・モンローを売ってるんですよ。買っちゃおうかなっていう感じですかね。40キロ。だから4万で買えるので、まあな、この、クリティカルヒットが出る確率がちょっと上がるんですよ、なのでちょっとこれを、まあ、買うかな悩むな。4万サイエンスってでかいんだよね言うてね。まあ、一応ねスプリーム1枚ゲットしたよっていう、多分 2,3 ヶ月ぶりに1枚スプリームゲットしたんじゃねえかな、ぐらいやっぱゲットできないのでもう買うしかねえですね。あとはもうプレスリーさえレベル上げてしまえば、これでスプリームが、全部レベル2になるよみたいな状態になりますんで、プレスリーはちょっと来月までにちょっと買いたいところですね。で、今ラジオは、生産量が足りない。ちょっと生産量をどうにか、今日やめるまでにあと2つはミッションクリアしときたいところですね。で、こういう時に何をするかと言いますと、もう待つとね、これ多分下手したら 2,3 時間かかりそうなコースなので、アップデートでですね30分こう時間を飛ばせるやつをね、広告見りゃいけるようになったので、とりあえずちょっと広告を見ていこうと思います。長い、1分ちょいやったぞ今。これで30分ワープしまして、生産量たまんねえ、全然たまってないですね。30分経った分の生産量分買えるんですよこの法律とラジオは。なのでもう何回か広告見ればいけるんじゃねえかなって感じですね。まあ1日、6回見れるので、まあまあまあやっていきましょう。さあ、これで多分ね、法律とかをいっぱい買ってる分生産量は増えるはずなんですよ。うわ全然変わらん、全然変わらんやん。いやいや広告一発で行かせてくれよ。いやまあまあな速度で増えてはいるんだけど、いやもうゲージがほぼ変わってない。これ全部広告見たらいけないかな。ちょっと生産量を上げる広告見ます。はい、これ生産量上がったんで、30分といえども効果が倍になります。いやこういうことだったらもう最初から、ブーストしときゃよかった。はい、ちょっと1分級の広告が続きますね。まあまあまあ、ただこれで倍になっとるから結構買え、少ねえ少ねえ、法律も法律はゴールできそう、あと1回広告見りゃゴールできそう、とか、まあ、こんな、あ、ゼムじゃない、間違えた、こういうのをね、いつもやってるんです。ペッポーっつって何日後ってめちゃくちゃ飛ばしてるんですけど、アゲスっていつもこういう努力の積み重ねの上で成り立ってる動画です。さあこれで法律はいけると思う、いけないと怒っちゃう、これ怒っちゃう。
あ、息が、おー、くそくそねえ、マジかよ。いや、まあいいけどね。結局、広告は見るけどね、もう。もう法律がいけたかいけてないか関係なく見るけど、さあ、これでもう一個の方もいけてたら、ラジオいけてたら嬉しいんですけど、邪魔。全然ダメですね。ラッシュはもう全然ダメですね。あ、無理だ。これはもう広告見たところで無理だ。それは分かりました。じゃあ、もうこれで、一段落したので、城も、到底無理ですね。これは同士が溜まるまで、やることがないので、まあこうなったらもう放置ですね。今日の夜寝る前に、まあラジオ行こうかなぐらいの感じですかね。で、イベントなんですけども、もうこんな感じです。全然やってないです。本当にちょっと気が向いた時だけちょろちょろ進めてね、どんぐらい報酬もらえるかなみたいな、なので全然力は入れてないです。もう生産量足らへんからさ、結局ね、通常ステージでも30分飛ばす広告見て、こっちのイベントでもね30秒広告見ないといけないのよ。ということで、今月の動画ここまでです。もう最悪ですね。サボりにサボりましたね。ということでね、来月も多分工事があるから、来月までしのいだらちょっとマジでちゃんとやろうとは思いますけども、まあこんな感じの、クオリティでちょっと申し訳ないですね。普段はもっとやり込んでるんですけども、まあ、そうですね。また来月